はい、ではですね、今日は静かですね。日曜日ということで、丸井はもうごった返し、人でごった返しておりましたけれども、家の前にスーパーがあるんですけども、スーパーの前は静かですね。うん、雨も降ってることだし、普段カーカー言ってる鳥だとか、普段キャーキャー言ってる子供たちだとかは鳴りを潜めておりますとか、うん、これはこれで食事の味があっていいですね。残りが三単ドレとあのバランス AOC とね、JOC っぽい名前のやつと、あと最初に食べて残ってるやつですね、ザビエルデビット。サンタンドレいきましょうか。サンタンドレっていうやつですね。本当にチーズにはいろんな種類があるんでございます。日本のツツシの名前のように、いや、それ以上ですね。ビロードですね。ビロードと塩気があるので、何でしょう、ビロードともう一つご飯と合うな、これ。舌触りがまずそのビロードを舐めたような食感なんですね。あ、これおにぎりポロ柔らかめだな。で次に振るのがなんかクリームスープのような、うん、よくですね、じゃがいものスープありますよね。あのコーンポタージュのじゃがいも版、あれをちょっと食した時のような塩気と程よいベジタブル感というか、なんて言いますか、ビッソワーズ、ああいった香りがするんでございます。非常に面白い、うん、チーズとして一番癖がなくアピール度が強いようなファッとくる味ですね。ファッと、うん、幸せだな。ほんとこのカメラがなければ黙々と食べてますよ。ビールデビットカモンはお酒と合うな。日本酒と合いそうだな。日本酒、私日本酒飲んだらですね、くしゃみが出るんですよ。美味しさはあるんですけど、美味しいと思いながらくしゃみが出るんです。なので非常にもったいないですね。うん、これが一番癖かな。バランス AOC、 これはちょっとツンとブルーチーズ独特の味、あの匂いがいたしますね。うん、おいしい。びっくりした、口に入れてすぐおいしい。なんこれ、なんか塗ってもいいかもしれませんね。トーストだとか、こういう生春巻きはどうかな。これなんかその生地に塗れる味がいたします。かなりしっかりしたお味です。最初の香りの印象とは真逆に非常に美味しい。真逆といったらなんですけども、要は舌なじみというか味なじみが非常にいいんですね。ストレートです。アルコールでいうジンみたいなもんですね。いやー、美味しかった。やはりチーズは最高ですね。あー、でもちょっと後香りが、あ、なんて言いますか、後味の香り、匂いバージョン、後匂いがちょっとやっぱり最初の匂いと同じようなうっとくる匂いですね。後匂いと前匂いがなければ、まあ、チーズ好きはあった方がいいんでしょうけども、チーズ初心者としてはない方がいいかもしれないですね。でも味は最高です。うん、最高。
私はですね、ずっとバラエティーとかあんまり見なくて育ったんですけども、リストンスナップっていうものを見出したから、ずっとそれにハマっちゃって、連日連夜そのスナップのリストロばっかり見てたんですよ。そうするとあることに気づきましてですね、こう女優さん男優さんゲストの人が食べるときに、上手い人っていうのは必ずこっちかこっちを向いて食べるんですね。要は、自分が食べ物を口にしているときに正面を向いているよりも斜めに向いていた方が綺麗に見えるわけです。それを分かってやってらっしゃる方もやっぱりそれなりに見せるのが上手い方というかですね、それに気づきました。私もやってみるんでございます。さっきからこう向きに食べてるので、今からこう向きに食べるんでございますけども、生春巻きですね。要はこう食べるとどうしても顔が食べ物と手で見えなくなってしまう。こう食べることによって口までのラインが綺麗に見えるわけですね。はい、いただきます。うん、こんな感じですね。いつも食レポの時に迷うんですよ。要は食べてすぐうまいっていう人がいらっしゃいますけども、果たしてそんなに食べてからそんなに短い間で味というのが分かるものなんだろうか。確かに食レポの最大の目的はその食べ物の美味しさ、あるいはそれを作っているお店の美味しさを伝えること、広告することであるのですが、それと同時にですね、やはりそのゲストの人が食べる面白さ、食べている姿の面白さ、ゲストの人がどう感じているのか、それをその一部始終を映す面白さっていうのもあるわけですね。つまり一概に、食べてすぐにうまいということが答えじゃないわけですね。なんかやっぱり食べ物っていうのはそれこそいろんなものがあって、いろんな食感がいろんな食材があるわけですから、いろんな反応が起こっていいわけですし、その反応こそがその食べ物の作用そのものなんでございますね。だからこのチーズ6種類だけでも一つ一つに味のアタックの速さの違いがあったように、ましてやこういうサラダとかおこわだとか春巻きとかですね、そういうものを食べた時の食べ物のアタックの時間差、その人その人それぞれの味わうスピードの時間差も違うわけです。そして味わって表情に出て言葉に出るまでのスピードも違うわけです。ですからあまり美味しいということだけにこだわりすぎて、どうもそのうっとこう後ろ髪引かれるじゃないですけど、こう食べ物にせかされるような、まだ味わってないですけど言葉にせかされるような、そういう食レポというのはちょっと見ていても、こちらがちょっと焦ってしまうとか、見ていて本当に大丈夫、焦んなくていいよっていう風になっちゃうんですね。極端に言えばこう今カプッとやって、まあこれくらいの間があっても全然不服ではないわけですね。これでもまだ食べていませんからね、それが食べてすぐ1秒2秒であ、うまいって出てくるのがいつも不思議に思うんです。でもそれはおそらく彼らなりの努力なんでありましょう。放送事故とかを避けるべく、芸能界は大変でございますから。
エビが甘い。アボカドもうまい。もうちょいエビがレアの方がいいんですけど、まあこういうコメントとかは多分普通の番組とかでは言ってはいけないのかもしれませんね。あんまり聞かないですもんね、食レポで。その、まあ、行ってみました的な食レポであったらありえるかもしれないんですけども、もうそのお店を紹介するというコンセプトでやっている食レポっていうのは大体いいことしか言えません。店側としてもいいことしか言ってほしくないでしょうし、そのレポートする人にとっても番組制作側にとってもあまり、ずけずけとその料理に対する批判を口にするのは避けたいでしょうね。こういうレタスのシャキシャキ感っていうのは野菜独自のものですね。どんなにカリカリに天ぷらを揚げたところで、どんなに何を何したところで、この野菜のシャキシャキ感にはかなわないと思うわけでございます。しかも野菜にはこのシャキシャキの中にすべていろんな酵素やビタミンが入ってるわけですけども、人工的に作ったシャキシャキ感、ポテトチップスであったりなんですか、まあ天ぷらの衣だけを取り上げていいのかわかんないし、天ぷらの衣であったりとかいうのもいくらシャキシャキにしたところで、中身はやっぱりファーストフードだったりとか、まあその油系なんですね。野菜のようにビタミンとか、食物繊維 であったりとか酵素であったりとかは皆無なわけでございます。それを考えるとやっぱりどうせ同じ食感を選ぶなら野菜をと思いますね。皆さん生春巻きを食べるときはぜひ開封してすぐ食べてください。時々お尻の方がカピカピになってる春巻きがあります。それはおそらく開封して時間が経ってそこだけ乾燥してしまったやつですね。出歯の人が噛むと取れます。でもおこわとかが好きな人が食べると好きかもしれない。吸い物じゃないか。どうですか、このひたすらものを噛むゲストリポーター、この口いっぱいに頬張った生春巻きを食べ尽くすのに1分くらいかかるとして、この1分間ずっとこの向きでうなずきながらものを咀嚼しているリポーター、放送事故通り過ぎでテレビの故障ですね。あれ
うちのテレビさっきから画面が繰り返し同じなんだけど、人が動かねえ。あれ、これさんちゃんだよな、動かねえぞ、ちょっと電話してみようって時に、おいしい、ふざけんなよって思いますね。ええ、これが直撮りで幸いでございます。つまりその電波をどこまで飛ばすかというところに全てその取れる範囲というのが決まってくるわけでございますね。ええ、公共の電波であればそれはみんなを楽しませるための画面であるべきである。なのでそれがゆえに3秒を黙ると放送事故とかそういうものが決まってるわけですね。ええ、それがその電波が個人のもの、個人だけのもの、あるいは不特定多数の、公共ではないところに、要はその辺のまあ 無許可路上ライブのようなもんですね。そういうものだと全然放送事故とかそういう基準はないであろうと思われるわけですね。よっぽど社会を乱すようなことを煽る内容でなければですよ、大抵のことは許されるだろう。そりゃそうですね、誰もお金を払ってるわけでもない、誰もお客を取ってるわけでもない、ただそこで自分が自らやってるだけでございますから、それは別に何をしようとですね、ある程度のところはまあ許されるもクソも勝手にやってるわけですからね、うん。日本では古くからのしきたりで言うと、食べてるときは黙って食べる、これが日本の伝統のあり方なんですね。ところが西洋で言うと、西洋の時での場合、食事というのはみんなと会話を楽しみながら食べるものだ。会話と食事はセットなわけでございますね。簡単に言いますけれど、要は仕事が増えるので食べる時間が長くなるのではないかと思うわけです。要は普通に黙って食べる分には30分で済む食事が、喋らなければいけないことで、その30分が、例えば10の割合の中で5を喋れば倍に増えるわけです。要は1時間かかるわけですね。それでも会話を楽しむということは、ある程度のキャッチボールが成り立って初めて成立することなんですね。ということはキャッチボールをしながら喋る会話というのは、普通に話す内容よりもより多くの言葉量、会話量を含んでいるはずなんです。ということは食べる割合が1であるとすると、喋る割合が多くなると3とか4とかになる場合が可能性があるわけですね。そうするとどうなるか、2時間3時間食事に取られるわけです。お手伝いさん大変ですよ。ちょろ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 お皿が下がってきて、ずっとお皿洗いしてなきゃいけない。日本式だと、食べてはいスッスッスッと下げられるのが西洋式だと思う。あ、おかわりやないや、これはもういらない。支度に1時間かかるとして、5時に準備して、みんなが食べ終わって席を離れるまで夜9時皿洗いして10時、もうほぼ5時間ですね。ずっと仕事をしなければいけないわけですよ、食事のためだけ。これは大変ですね。私はどちらかというと、食べてる時の会話を義務付けるというのは、果たして会話を楽しむということになっているのかどうか、下手すると会話も食事も中途半端な楽しみ方のまま
中途半端なまま、半分義務のような感じで終わってしまうのではないかと、そう思うわけですね。私はやはり日本人ですから、食べてる時は黙っていた方が美味しさが、自分に美味しさがこうグッとくるような気がするんですね。食べてる時に喋るとその分抜けていく感じがいたします。でも文化はそれぞれ違うものなんで、そういう文化もあっていいんじゃないかとは思いますけどね。そういう自分はさっきからペラ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 喋りながら喋ってるわけです。これはこれでいいですね。脳が活性化されてる気がいたします。少ない脳みそですけど、ちょっと電話休憩を。